はい、皆さんこんにちは。ワンダリングルービッシュです。では、今回は This is a Police 176日目、続きをプレイしていきたいと思います。まずは、美しく符号を抜くには自己表現ではなくお金のためとストリッパー。これ前回ちょっとね、最後に読みました。電気料金が22%上昇。これものすごく値上げしてきましたね。だいたい今僕の払っている電気代、奥さんと二人暮らしなんですが、冬エアコンをまあ結構ガン回しして1万3000円ぐらいですかね。まあ日中二人とも家にいないことが多いというか、まあ二人とも仕事してるんで、日中が全然電気使われていないっていうのはあるので、まあその程度で収まってるのかなとは思うんですけど、他の家がね、どんくらいかかってるのかわからないんで、高いのか低いのか。続いて、絵画の資本家、フリーバーグに近代的なゴミ処理施設を建設予定と。なるほどね。では、一応メモを読んでおきます。類は友を呼ぶですね。まあこれはね、本当にそうだと思うんですよ。結局、学生の頃、まあ特に小中ぐらいまでは、気に入ろうが気に入らまいが一緒にいなきゃいけないじゃないですか。クラスっていう制度がある以上は。ですけどね、もうまあ高校あるいは大学ぐらいになってくると、特に大学ぐらいになってくると、もう別に気に入らないやつと一緒にいる必要は全くないですからね。さあ、ちょっとこのシフト B チームかなりピンチですね。人が少ないな。この176日目、乗り切れるかどうかっていうのは、一つのポイントになりそうかな。警官の数がだいぶ。ああ、でもそうか。死んだ人間を、補充してるんで、補充した分、それなりに人は入ってきてますね。フラワーズ。で、タレコミ屋への金ですね。500を払いました。5万ドル。500ドルなんで5万円相当ですかね。発砲事件です。過去に薬物歴のあるジュディス・ウェブという若い患者が入院してきた。医師は薬物の過剰摂取と診断。ジュディスは食塩水が入ったガラスのボトルを割り、ガラスの破片で看護師の顔を切りつけた。走ってきた警備員は食塩水の水たまりに足を滑らせ転倒、意識不明。転倒とは関係なく普通に滑らせ転倒、頭を打って意識不明ってこと？ジュディスは銃を取り出し、患者と医療関係者を撃ち始め、直ちにここから自分を解放するよう要求。しょうがないね。こういう野蛮人には、スワットチームを送りたいけど、スワットチームは行ってくれないんだ。フリーバーグ小学校に聞き込みに行きます。4人ですね。グラスゴー、コド、ムーディーを入れるのがいいのかどうかって話はあるけどな。まあ、4人送らなきゃいけないんでしょうがないですね。じゃあ続いて、視聴者に。まあ、これもね、却下されるとは思うんですが、一応全部、要求は、言うことは言っていきましょう。で、シフト A チームに人を入れていきます。おー、ロバート・トレルボーが330か。結構頑張ってるね。じゃあ、このロバート・トレボ、ちょうどね、ロジャーズ派、市長派なんで、市長派がね、粛清されていってるっていうのもあるんで、また粛清の対象になるかもしれないんですけど、バディを組む人間がいなくなっていってるんでね、ロジャーズ派の人間を入れていきます。では、薬物の製造事件に向かいます。セファニー・アギラルは友人を訪ねるつもりだったが、誤って別のドアから隣接しているアパートに入ってしまった。そこで本格的な薬物製造所を見つけてしまった。すごい偶然ですね。全員意識を失っていた。エンジェルダストとかシンナーを吸っていた。というわけが、私がいること誰も気づいていないようだった。年配の女性は話していたということですね。では、もうこれ今、誰も意識がないんでしょ？だったら、全員逮捕しましょうよ。スワットチームを送る。いきなり、むくりと起き始める可能性もありますからね。サヌが死んだが。いやー、サヌも頑張ってくれてたけどな。これは、反ロジャーズ派、つまり、反視聴者派のサヌですけどね。そのサヌも死にましたね。写真スタジオです。所長、来月号のセクシーユニフォームの警官で、警官の写真を使いたい。以前にモデルに警官の夢を着せて撮った写真ならあるんですが、できればあなたの部下の制服姿も掲載したい。私ども雑誌に警官の写真が載れば、フリーバー警察のイメージもきっとアップする。なるほど。こういうのはね、やっぱりね、オハンラナンと、また、男の女、一人ずつ派遣しましょう。で、爆発事件でザイヤ公園です。公園付近でミニバンが爆発、女王がまだ錯綜しているが、何者かが車内で発砲。なるほど。これはじゃあ、しょうがないね。
ロジャーズ派と反ロジャーズ派が入り乱れますけど、二人を送りましょう。ブルーミングデールが死んだか。しょうがないな。さらに逃げられてるの？今日は事件が多いな。こういう日に限って。人を送る余裕が全くないからな。しかも、これは、誤報だったの。くそー、もったいないことしたな。突然男が喜びに来ながらドア。これは薬物製造ですね。警察の見聞きもせずズボンを下ろして廊下で用を足し始めた。壁にしがみついて目を閉じるか、静かに容疑者を捕まえて手錠をかけるか、交代して階段の吹き抜け部分に隠れるか。まあ、ここはもうこんな無防備な状態ですからね。手錠をかけましょう。髪を乱した二人の女がアパートから走り出してきて、アドルフやったよ、覚醒剤を手に入れたと叫んだと。興味のある買い手を装い、実際に試していいか尋ねるか、床に伏せて動くなというか、容疑者らを地面に押さえつけるか、押さえつけましょう。ゴム製のエプロンをつけた細身の男が中におり、髭を生やして髪は乱れていた。男はフラスコから散らばったテーブルの近くで踊っている。踊ってるんだ。意識が朦朧としている別の中毒者二人は静かに拍手を送っている。静かに容疑者に近づき手錠をかける。テーザー銃で踊っている男を攻撃する。警察学校で学んだことをすべて活用し、犯人たちの背後で静かに前方回転する。これはありえないね。じゃあ、静かに近づいて手錠をかけます。スワットチームも投入してるしね。クリスタル、グリマード写真スタジオですね。沼田はルックスがいいっていうことで、モデルの仕事に従事するの？沼田を失うのか。まあ、しょうがないな。2000ドル。で、殺人事件の方には人を送れませんでした。しょうがないね。警官がいない以上は、人が送れないのはしょうがない。で、シフト B チームの方に沼田が抜けた穴を埋めます。ここはじゃあ、能力重視でいく？スベンソン、ヨーゲンソン。他二人は、平均値を下回ってるんでしょうがないですね。シフト B チームに一人入れれば、ただこれで、一応ね、ロジャーズ派の人間と、バディを組めるようになるんで、まあ、それで良しとしましょう。さて、続いて。ディアゴルアナアイスアリーナホテルからです。所長、僕は大スターのマニュエル、トレブ・ブランカーのマネージャーをしています。実はマニュエルは大きな問題を抱えています。それであなたの力を借りたい。今朝彼がホテルで目覚めるとバスルームにファンの死体があった。昨晩、クラブから連れて帰ってきた子でどうやら麻薬の過剰摂取が原因。このことをマスコミに嗅ぎつけられればマニュエルは薬物中毒やレイプ犯または殺人犯のレッテルを貼れてしまう。死体をうまく処理してくれる人が2人必要。お礼は弾む。言ってもらおう。今は金が欲しいからな。なんといってもね、残り5日間で8万2000ドル？今41万8000。画面の上部に出てると思うんですが、8万2000ドル貯めなきゃいけないんでね。汚いことにも手を染めていきましょう。飲酒運転事件です。レストランのウェイダーは、錆びついた軽トラックが通りの反対側にある支柱に衝突するのも目撃。ドライバー車内に座ったまま、酔い声で歌を歌っている。伝水してるみたい。じゃあこれはオハンラナにファール。この二人を派遣します。今日も二人失ってるからな。サンドにブルーミング出ると。警官の消耗が激しいですね。しかも今回は腹いせとばかりに、今度は視聴者派ではなく反視聴者派の二人が死んでいってるからな。さあ、ディアゴルーナです。こっちどうなってる？金を2万ドル。よし、ありがたい。この2万ドルは大きいね。おー、ただプロクターが退職か。しょうがないね。また人を雇おう。これで、カス警官を雇わなきゃいけなくなったのが、シフト B チームの方の、まあ、いわゆる、戦力ダウンが大きいな。沼田を失い、さらに、プロクターも失いましたからね。白人の女性警官を失いました。まあ、沼田は、どっちかっていうと、黄色人種かもしれないですけどね。ユスリです。マジード夫人は日頃から金を要求してくる坊主頭の男について苦情を言ってきた。その男は夜になるでやってきて、恥ずかしくドアを叩いて金銭を要求。金だ金だ金だと知っている単語がそれしかないみたい。これさ、なんか別れた夫とかそういうオチじゃないの。まあにしてもね、迷惑行為だとは思いますけど。
では、飲酒運転です。こっちの方は、しっかり、防犯ラナとファイルが犯人を検挙してくれています。いや、今日はそれなりに忙しく事件ありましたね。殺人事件には警官派遣できないぐらいに忙しかったのは久しぶりかな。ここのところずっとね、警官が余っちゃうぐらい事件が少なかったんですけど、ちょっと襲撃事件のをちょっと覗いておきますか。そろそろ。じゃあ心理カウンセラー。子供というのは変わった趣味を持つもの。我が校の生徒たちといったら夜に視聴者の屋上に食べ物を持っていき、夜に視聴者の屋上に入れるんだ。神の祝福を受けた大聖堂の目の前で恋人とイチャイチャするのが趣味なんです。先月なんかは屋根の腐った部分から崩れて視聴者の室内に落下してしまった生徒もいました。幸いにもその子が落ちた場所は改装工事のため6ヶ月ほど閉鎖されていて、柔らかい資材がたくさん敷かれていたんです。それが落下の衝撃を和らげてくれました。それでもやはりこの件はちゃんと調査すべきです。ああ、小学校なんてどっかにあったっけ？フリーバーグ大学だもんね。小学校とは関係ないでしょ？なんか小学校なんてあったかな？ないよな。8番は大学だからね。ちょっともう一回本当に大学かどうか確認する？フリーバーグ高校か。高校でしょう？でも大学。高校。違うもんね、高校と大学って。ここ、難しいな、高校と大学か。高校と大学は違うからな。全く別のもんですからね。ゆすりの方はやっぱり誤報でしたね。別れた夫とかじゃなくて、家賃の滞納とかなんでね。サヌ。ブルーミングデール。反ロジャーズ派。反視聴者派の二人を失いましたね。はい。というわけで、176日目プレイしました。いかがでしたでしょうか。次回は177日目。もう残すところ本当にね、少なくなってきましたけど、最後まで応援のほどよろしくお願いいたします。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で、動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方、ぜひツイッターの方もフォローしていただければ、嬉しいなと。いうふうに思います。